ニュースポストセブンです。今春、元巨人三軍コーチ片岡康之さんとの間に第2子を出産したベッキーさん。今年10月にコーチを辞任した片岡さんは、現在再就職せず育児メインの生活を送っています。第2子の世話にかかりっきりになっているベッキーさんを助けるため、第1子の世話や犬の散歩、買い物などを担当するという片岡さん。近所の住民は、お子さんの手を引いて歩く片岡さんの姿もよく見られますよ。ババ友のお子さんと一緒に公園で遊ばせてあげている姿も見たことがありますと明かしています。ニュースポストセブン。